Oke, tes-tes. Ya, kemarin habis hilaf, game lagi banyak dari Steam Sales, biasalah. Gaben tahu banget sih kalau baru dapat THR. Salah satunya di wishlist itu banyak game-game Yuri. Kebetulan yang diskon, walaupun masih kecil diskon cuma 50%, langsung hilaf game ini. Rencananya sih nanti gamenya mau masuk ke Vita sih. Cuman ini reviewnya lumayan bagus juga. Terutama dari 100% Yuri. Dan yang bikin tertarik itu seiyunya. Ada Cihaya. Ada Yukari. Ada Yumi Hara juga. Oke. Ini karena udah beres download, baru beres tadi sih. Jadi langsung coba aja. Kita, oh trailer, mati-mati nih. Kita coba aja, play now. Hoi. Oke. Kogado Studio. Kogado. Shimari-san Team. Oh, ya. 白異性, 愛情依存症. Cuman ini ada bermasalah ini. Entah kenapa, kalau pakai window mode itu normal, tapi ketika full screen mode ini langsung ngaco resolusinya. Kita pakai window mode aja ya. Oke, kita pakai window mode. これでよしっと。あ、お姉ちゃん起こさなくちゃ。目覚ましなってるのにな。妹。ははっ。よく寝てる。お姉ちゃん、朝だよ。起きて。今日から学校だよ。起きないと遅刻しちゃうよ。 困ったな。仕方ない。お姉ちゃん、起きないとチューしちゃうよ。姉妹でチューはダメでしょ。What the fuck? 裏もできそう。皆さん、本当。あれ？もう本当。
Ohayo, one-chan. Ohayo, Nao-chan. Nanka ima, sugoi daitan na koto iwareta ki ga suru. One-chan, asagohan dekite ru kara tabe chatte. Kisa wa toasto to omuretsu. Tabetera aida ni Nao ga kaban toka gakkou iku junbi shite oku kara. Senmenjo ni hamigaki to kao arau yoi mo shite aru shi, kami mo chanto tokashite ne. Nani? Junbi shite kureru no wa arigatai kedo. E? Mama, sa enryo sezu. Kawaii. Iyalah, ibu atau lu udah kawaii. Mau dikisuh gak mau. Tolong. じゃあ、昨日私は眠る前に考えました。ん?何を?私たちもこの春に高校を卒業して、もう大人の入り口です。 散々なおちゃんのお世話になってきた我が身ですが、この進学、この寮生活をきっかけに、自分のことはなるべく自分でするようになろう。なおちゃんにも自分のことを大事にしてもらおうと。うん。いざ、夏妹宣言。 そして、姉、自立計画。うん。でもね、何か、うん。自立って、例えば、目覚ましと、うん。 食べる。じゃん。3年間よろしく相棒。 実習着!なんで着てるの? え?実習着は学校に持って行って、ロッカーに入れておいて、実習の時だけ着るんだよ。ナオの格好を見て、それは持っていくように出してたやつで。うん。お姉ちゃんがどうしても実習着で行きたいなら、 なおも付き合うよ。お姉ちゃんだけに端っこ越せられないし。あ、ゆかり ゆかりマナ。だね、お姉ちゃん。またあの絵本と一緒に寝てた。 Thank you.
星を追う人。私、なんで看護師になりたかったのかな。あ、またその話。だって。よく合格したな。星の捕まえ方。どうしたの？いや、なんていうか、絵本のちっぽけな落書き。は、白衣の天使だ。おお、pantesan。Batin tak bisa keluar dari nightingale。はじめまして。これから皆さんの担任になる大原楓です。皆さん、よろしくお願いしますね。先生やちはや。おお。大原の名前を知っている人もいるようですね。確かに。先生の姉は、ナイチンゲール賞を受賞した、大原すみれです。尊敬する姉ですけれど、あなたたちだって、姉に負けない立派な看護師になれるんですからね。うち、ママが看護師やってて聞いたんだけどさ、業界の噂で本当は大原先生もナイチンゲール賞もらうはずだったんだって。なのに辞退したらしいよ。お姉ちゃん、言葉遣い。でもすごい人が担任になってくれたね。はい、では入学式も済んで今日から学校が始まりますが、今日のところは年間学習スケジュールについてお話ししますね。先生って若く見えるけど何歳なんですか？人に年齢を聞くのはデリケートな質問ですよ。ペーシェント、患者さんの中には気にされる方もいますから、聞くならもっと上手に聞いてくださいね。美味しい店を探すのもいいですが、パーフェクト。アジョ。マジです。なんで巻き舌なんだろう。はい、それではプリント全員に行き渡りましたね。プリントを見ながら聞いてください。まず先生が担当するのは難しそうな科目ばっかり。この中から好きなの 2,3 個チョイスして、それをやればいいのかな。先生が担当するのは数学、英語などの基礎学科、解剖生理学や病理学といった専門的な領域は大学から教授方に来ていただいて講義してもらいます。
座学以外で先生が受け持つのは基礎看護技術。一年の間はまだ実践的な看護実習は行いませんが、ベッドメイキングや正式といった大事な技術学習を行いますので、しっかり学んでください。それから、ごくり。なんでだろう、先生って。大幸アスカです。看護師になろうと思った理由は、ま、いいと思いますよ。看護師になろうと思った理由は、お姉ちゃんが看護師を目指したから。お姉ちゃんと一緒にいたいからです。Wah, ini. Mari kita masuk. Nani? Watashi, sensei mitai na kangoshi mezasu yo. Nightingale show. 20, 30 ni okiku deto ne, one-chan. Ja, kaeru ka, one-chan.帰ったらお昼用意するから。いえ、ナオちゃん、その前に。え？おトイレ行ってくる。はい。じゃあナオ、ここで待ってるね。星空に手を伸ばしてるんだ。あてもな、でも。星？口開いているわ。間の抜けた顔。黙ってぼーっとこっちを見ているだけで失礼よ。何か用かしら。ごめんなさい。いきなり喧嘩腰か。さすがね、姫。いつき、学校でその呼び方はやめてと言ってあるでしょう。わあ、フィックフィックマスク、サクヤ。はいはい、サクヤ。おいしい、ラムトパジャンジャクブ、イメ、ユカリン。2年生か、3年生？いいえ、私たちも1年よ。あなたと同じね。そんな老けて見える？あ、そういうわけじゃなくて。いや、社会人の生徒もいるし、老けてる老けてないは関係ないか。じゃ、昨夜の大物オーラのせいかな。悪い。昨夜、覇王の巣を持ってるからさ。覇王の巣？そのもの、世界の救世主となるか。世界を滅ぼす災いとなるか、やがて自ら選ばなくてはいけない系の、王者の資質？こう対面した者は、皆ひれ伏さずにはいられないっていう。あなたの好きなゲームの話？そんな層知らないし、
私は持っていないわ。持ってるじゃん。ほらさっきだって職員室で教員たちみんなひざまずこうとしてたし。してないでしょ。変なことを広めないで。してたしてた。さすがに行動に移すのはこらえてたけど。え？嘘。でもそれは、冗談。いやー、マジで撮るとは、昨夜って素直で可愛いね。いつき、あなたって人は、大体。でも、一年の教室には、そのことなら、私の家の事情で、学校に来るのが遅れたのよ。家の事情？あなたには関係ないでしょ。ともかく、明日からは普通に来られるし、寮にもこれから入るわ。ちなみに同室は、私。そう。話は以上でいいわね。失礼するわ。嘘だよ。え？あ！気がついたら妙なあだ名つけられてた私！抜け子って！しかもしっくりくる！ああ、それは、武田朝倉さんと、Amatou Itsuki さんだね。知ってるの？Nao ちゃん。え？だって、クラス名簿に名前は載ってるし。昨日の入学式でも、クラスの子たちが話題にしてたんだよ。二人とも入学式には来てなかったんだけど、武田さんは家が昔から続いてるし、看護学校に進学するって。やっと見つけた。やっと見つけた。嘘だよ。何だったんだろう、あれ。お姉ちゃん？あ、ううん。それで？他には、本当は入学式で新入、あとは、二人は高校の頃から美人カップルで有名だったとか。カップル？カップル？うん。中学の頃から付き合ってるんだって。高校三年間、全校生徒が。綺麗な人だった？うん。すごくね。へえ。アマトーさんも綺麗だったけど、武田さんは、星キラキラって？なんていうか、なんか嫌われたっぽいよ、私。え？いやー、
そうな、うん。それは。うん、ナオからもフォローでき。癒しの手持ってるんだって。一番近くで見つめてるよ。あなたのこと。学校
校で友達に頼まれてしたことあるけど、ナオナってお姉ちゃんにしか聞かないみたいだし、違うんじゃないかなって思うよ。それに手じゃなくておでこだから、癒しのおでこ？あ、なんかかわいい。あんまり起きてない方がいいよ。明日から授業始まるから。うん、もう寝る。おやすみなさい、お姉ちゃん。おやすみー。あ、そうだ、明日は自分で起きるから。がっぱりちゃいや。武田さんと天藤さんも出席してみんな揃いましたね。ええ、昨日はすみませんでした、大原先生。どうもどう。いえ、授業が始まるのは今日からですから。ただ、入学式に出られなかったのは残念でしたね。では、朝のホームルームを始める前に、二人にはクラスのみんなに自己紹介をしてもらいましょうか。武田さんから。武田咲也です。私が看護の道を志したのは、それが自分のすべきことだと思ったから、それだけです。正義だ。でも具体的には何も言ってないような。天藤樹、私は趣味と実益を兼ねてかな。詳しくはないっしょ。ミステリアス気取りか。お姉ちゃんがイチャモンつけてばっかりのやし。やっと見つけた。はい、二人ともありがとう。ではホームルームを始めますね。今日は午後の授業で早速基礎看護技術の実習があります。わー、人体ってすごい。人体を構成する206の骨の名前と箇所、すべて覚えること。これは看護における、来週の授業で確認の小テストする。か、看護学校怖い。なおちゃん、ちょっと風に当たってくるね。
そこにいられると教室に入れないわ。あ、ごめんね。大幸アスカ、クラスの子から聞いたわ。え？あなた、看護師の死亡理由がわからないだそうね。うん。ふざけた話、それで続けられるとは思えないわね。だろう。あんまり嫌な気してない。え、ひょっとして私ってそっち系の。いやいや、聞きたいことあったのにな。あなたを見た時どうして星が見えたの？mabuk emang. 白異性愛情依存症。初の実習。なんか緊張す、緊張すよ。お姉ちゃん口調変になってる。ね、皆さん、今日の基礎看護技術では、看護師になれば毎日何度も行うことになります。入院中の患者さんが長い時間を過ごされるベッドを一度先生がお手本を見せます。説明しながら行いますから、それを見て皆さんにもやってもらいましょう。そうですね。ではなるべく近くで見てください。その方がよくわかりますよ。OK、先生。まず最初に。そして、シーツにシワが寄らないように、しっかり伸ばして、端は三角にしてマットに入れ込むこと。シーツにシワがあれば、シワが患者さんの体を圧迫し、特に寝たきりの患者さんや皮膚の弱い患者さん。また、シーツ交換をする際、患者さんの持ち物を動かしたら必ず元の位置に戻すこと。患者さんはとてもナーバスになっているので、ちょっとしたことが不安の材料になったりもします。さすがね。大幸アスカさん、よそ見ですか？ちゃんと見てないとダメですよ。すみません。そして最後に、個室でない限り他のベッドには患者さんがいますから、バタバタして埃を立てないように。はい。このベッドで昼寝したら死ぬほど気持ちよさそう。どうですか、大幸アスカさん。あ、寝てみたいです。お姉ちゃん。わあ、そうじゃなくて。患者さんにもそう思ってもらいましょう。手順覚えましたか？
いいね。じゃあやってみようよお姉ちゃん。よしなおちゃん、最初は私がリードするよ。任せて。どうしてこうなったのかな、のちゃん。ごめんね、なるべくフォローしようとしたんだけど。じゃあ、なんかこれ見てるとめまいがしてくるんだけど。なお、おかしい。計算上は完璧だったはずなのに。難しいでしょ。頭では分かっていても実際にやろうとすると。あ、先生。うわあ。もう一度やってみましょうか。今度は先生がアドバイスをしながらね。今度はなんとか。はい、30点。来週にはテストがありますから、一人でできるように何度も練習しましょう。テスト？お姉ちゃん、お姉ちゃん、なおが。放課後、実習室は自由に使えます。頑張ってくださいね。はい、上手ですね、このベッドは。ほぼ合格点です。いいえ、まだまだだわ。結構面白かったよ。思ったよりコツがいるね、これ。ベッドで人が寝てる状態でもやるんでしょ？大原先生、次は一人でやってみてもいいですか？ええ、そうですね。なら次は。最初のベッド、採点してもらったら何点だったんだろう。ふざけた話、それで続けられるとは思えないわね。気まずい。お姉ちゃん。武田さん、ベッドメイキング上手だったね。え？そうね、先生からもそう言ってもらえたのは良かったけれど。春休み自主トレした甲斐があったってことね、姫。だから学校でその呼び方は。はーい先生、通学路は学校に入らないと思います。自主トレなんてしてたんだ、すごい。私なんて寝てばっかりで。寝てばかり。お姉ちゃん受験頑張ったの。
でも、ちょっと太っちゃったんだよね。おぉ!ノーちゃん!それはトップシークレットだよ!言っちゃダメ!はぁ、あ。いつきも、余計なこと教えないで。いいじゃん。天才ぶりたいわけじゃないんでしょ?最初はいきなり、私をベッドに寝かせてやるもんだから、こっちは落っこちまくって青技だらけ。手順は合ってるはずって言って、聞かなくてさ。って、いつき!へぇはくあい。カエルって。ナイチンゲールショーね。206の骨の名前と箇所、来週の授業で確認の小テストするから。9割取れなかったら取れるまで放課後再テストだからね。だから先生にいい覚え方はないですかって聞いてみたんだよ。トイレの前に人体骨格図を貼ってね、骨の名前を。なそれでトイレに行きたくなったら当てるまで入っちゃダメって。大丈夫だよ。嘘。本当だ。尺骨はなんとなく。お姉ちゃん。しながら食べられるかなって。あ、あとね、他のメニューも、大丈夫。さ、なお。はい、お姉ちゃん。まず、この唐揚げの骨は、人体で言うと何でしょう?
これって。あ、ダメ。額切れているわ。血も出てる。ガードレールから落ちたくらいでか。ったく。いつき？はいはい、すんませんでした。で、病院連れてくしかない。ちょっと、泣き止ませないと動かすのは難しいわね。ほら、おとなしくして。病院に連れて行ってあげるから。やだー！痛いよー！だから、その痛いのを治療するために病院連れてくんでしょうが。って言ってもわかん。子供が落っこちて怪我して。なんか、勢いと言いますか。別に、野獣馬とかそんなんじゃなくて。しゃあね。いつき？もうここで傷塞いじまおう。そうすりゃガキもおとなしくなるでしょう。あなた、癒しの手を。うん、まあね。てか、とっとと黙らせたい。今、癒しの手って言った？武田さんとアマトーさん。姫、ほら。いえ、いつき、それなら私がやるわ。え？この子を見つけたのは私だし、それに、私の方が、上手に使えるわ。ま、そうだけどさ。あなた、ちょっとの間だけじっとしてなさい。すぐに痛くなくなるから。ね。ああ、もう、ここからじゃ子供に何してるのかよく見えないよ。はい。もう傷塞がったわ。どう？痛くなくなったでしょ？ああ、本当だ！もう全然痛くないよ！頭、全然痛くない！すごい。お姉ちゃん、魔法使いなの？違うわ。ただの看護学生よ。なのは。騒ぐのは良くないんじゃないかなって。いい気しないかもしれないでしょ？あ。噂のこと。うん。胸にしまっとこう。では、今から20分間自習とします。その後、小テスト。せめて全部ひらがななら、お姉ちゃん。頑張ろうね、お姉ちゃん。なお、わかんないところがあったら、いつでも聞いて。え？優しい海に抱かれて眠りたい。
はい、これ。ん？大幸明日香、新納女子高校出身、4月2日生まれ。血液型 B 型、身長154センチ、体重48キロ、スリーサイズ、バスト81、ウエスト63、ヒップ85。合ってる？なにこれ！3じゃなくて2ね。教えてくれてありがとう。修正しとく。何、正直に教えちゃってるの私。え、ちょっと待って、それに修正って何？うわ、おね、まあ、ボス、明日は、うん、座学と違って楽しいからね。気持ちはわかるけど。なので、え、ギリギリ学校空いてる。あ、いいよいいよ。でも、ふっ。お、まだまだ遠いな。しっかりしなく。先生みたいな看護師になりたいな。はい、あたしの勝ち。だから、私はベッドメイキングの練習は遊びでやるものじゃないと。あ、終わった後で言うんだ。らしくないね。だって、それはあなたがしつこく何度も勝負勝負と言うから。いえ。切磋琢磨するのは、うまく言おうとしないで。いやあ、あ、それはそれで寂しい。どの口が言っているの？たくさん誘われてるんでしょ？クラスの子から。昨夜以外、眼中にないよ、私は。じゃあ、勝者のご褒美、もらおうかな。え？何を言っているの、いつき。何って、勝負ごとには付き物でしょ。待って、聞いていないわ、そんなこと。あれ？当たり前だわ。
の明かり消えてる。 大幸 アスカさん? あ、大原先生! どうしました? 学校に忘れ物ですか? あ、いえ、ん? 実習室で明日のベッドメイキングの確認しようかなって。 そうね、さっき閉めたところなのよ。ですよね。でも、そうね。せっかく自主練習に来たのだもの、少しの時間なら。本当ですか?え?生徒のやる気には応えてあげたいですし。 大幸アスカさん、合格です。やった!上手になりましたね、ベッドメイキング。クラスでも上位だと思いますよ。本当ですか?はい。これは、ナイチンゲール賞、いけるかもしれないよ、なおちゃん!先生、 私、このパンチで世界取ります! ん?看護の心は母心。いい言葉ね。 お! や、抜け子、どっかお出かけ? うん、そう。へえ、私も今からちょっとね、駅前まで遊びに。こっちは戻ってきたところだよ。ふーん、おやつ?また太るぜ。あ、アマトーさん、今度一緒に。そのうちね。
遊びに行くのって武田さんと？姫？違う違う。え？あれより可愛げのある子だよ。その分手間もかかるけど。はい？嘘だよ。相手は咲夜姫。ま、たまの息抜きにね。あんなキスを見ちゃ、あ、嘘だよ。そうだ、アマトーさん、聞いていい？ん？寝る時の格好？裸だよ。オフ。姫がね。って、そうじゃなくて！私も冗談。何？初めて会った時言ってたよね。嘘だ。あれってどう？ん？私、そんなこと言ったっけ？うわ。ああ、口癖みたいなもんだからね。それって、人として、ダメなんじゃ。まあ、だから気にしないでよ。多分、意味ないから。じゃあね、抜けこ。うん。何が？人とのデートだもんね。おかえり、お姉ちゃん。はあ、なおちゃんの笑顔はほっとするよ。急にどうしたの？お姉ちゃん。なおちゃんは、ずっとそのままでいてね。遠くに行かないでくれ。脱妹宣言はどうなったんだろう。大丈夫。なおはずっとお姉ちゃんの妹だよ。なお、お姉ちゃんの特効薬だもん。なおちゃん！でも、お勉強は厳しく行きます。明日。あれ？ほっと、できない？博愛。はい。それでは、今日の看護総合論の授業では、グループワークとは、ただ集団で学習するだけではなく、看護師として必要なコミュニケーション、これは患者さんとの対話、なので、自分、それと、これから行うグループ分けの、病院。では、グループを発表します。大事って。よろしくねー。シャパ
しく。お姉ちゃんともどもよろしくお願いします。やろう。よろしくお願いするわ。では今日のグループワークの課題は心意交換です。患者さんにとってどんな意味があるのか、効率よく行うポイントは何かなど話し合ってくださいね。次の授業で発表してもらいますから、実習室を使って実際に練習もして意見をまとめるように。するしかない。じゃあ自己紹介からしてみるとかかな。必要ないでしょ。だ、最初は自分たちに当てはめて話してみるのはどうかな。ね、お姉ちゃん。自分たち？自分がどんな格好で寝てるかとか、誰かに着替えさせてもらうとしたらどんなことが気になるかとか考えて。いいんじゃない。初期のレベル上げは町から離れずがセオリーだし。よくわからんです、その例え。ゲームの話でしょ。昨夜も遅くまでやっていたようだし。仮ゲーより RPG 派。知らんがな。黙りなさい。そうね、私も自分のことから話すのに賛成だわ。私も。よかった。いや偶然。私もそう言おうと思ってたんだ。先越されちゃったな。自分が眠る時の格好ね。私は。何かしら、大幸さん。え？bener juga aja。そうね。姉妹なのだから、これじゃどちらかわからないわね。アスカ。仕方ないでしょ？あなたも私のことは、サクヤでいいわ。じゃあ私もイツキで。サクヤちゃん、イツキちゃん。ちゃんはやめて。お姉ちゃん、ナオはずっとナオちゃんがいいな。サクヤか。わかった。ただ呼び捨てはちょっと。サクヤさん、イツキさん、ナオちゃん。うん。私たちもちゃんでいいよ。眠る時の格好。うん、そうね。私のはワンピースで、おそらく入院生活には向かないわ。ちなみにレース付き。おお、レース付きワンピース。お嬢様っぽい。寮じゃちょっと浮いてる。本人気づいてないけど。ほら、姫だから。なるほど。聞こえているわよ。別に浮いてなんかいないわ。そうだっけ。私はまあ適当かな。たまに裸で。あんただったんかい。
ナオたちは色違いのお揃いだよね。セパレートの普通のパジャマ。でも学校でパジャマの話を真面目にするってなんか不思議だね。人が人らしく生活するための衣食住に関わる大事な話よ。特に入院患者にとっては一日全部をそれで過ごすのだから。ないよね。教科書に心意交換も書いてあるけれど、まずはそれに頼らず話し合いましょう。ま、すぐ攻略本に頼るのもね。ではアスカ、あなたから。いえ。どうして驚くの？心意交換において何がポイントと思うか話して。お姉ちゃん、ファイト。ポイントは褒める。は？浴衣似合ってますねとか、可愛いパジャマですねとか。なんだろう、この空気。一歩間違えれば皮肉ね。毎日変わり映えのない病院のシーンを着ている相手に。うんうん、皮肉っぽいかも。でも患者さんの中には真意に気を使ってる人もいるはずだよ。そんな人には褒めてあげると喜んで気持ちよく応じてもらえるんじゃないかな。だから、うん、ありがてえ。エロヘ大幸。あ、どうしました？元気がないようです。あー、主に心が。あ、グループワークうまくいかなかったんですか？ダメだ。まだ始まったばかりです。そうって。ええ、大幸さんはいい伸びしろを持っていると先生は思っています。私、成長できるのかな？できます。しっかり頑張れば。看護師になれるのかな？なれます、きっと。ナイチンゲール賞取れるのかな？取れま、え？頑張りましょう、大幸さん。私、先生が目標なんです。先生みたいな看護師になりたいって。うん、私なんて目指すほどじゃないですよ。え、でも。これから大幸さんは病院実習でたくさんの看護師と会います。その中には先生より目標にするにふさわしい先輩看護師がいくらでもいるっていう、そういう話です。もちろん先生も精一杯協力しますけどね。ありがとう先生、元気出ました。はい、ではまた明日。わ、うん？辞職願い？じゃがん。なんでもありません。わっ！やめるの？違います。
も、それって…これは…先生…これは…拾ったんです。アンジェルのです。そうなんです。落ちてたのを先生が拾ったんです。それだけなんです。それ以外の何物でもないんです。私のものじゃないんです。だから気にしないでください。あー、誰のだろうこれ。名前書いてないからわかんないですね。困った。だから他の誰にもこのことは言わないでください。言わないでくださいね。はい、言わないです。それならいいんです。はい、いいんですよ。先生。はい。先生辞めないですよね。はい。薄意性愛情依存症。ごめんね、お姉ちゃん。解剖整理の先生に断る。いいよ、行ってきて。なるべく早く終わらせて帰るから。うん、折りたたみ傘持ってるよね。入ってるよ。じゃあね。うん。嵐でも来た。嵐が来たじゃあ。帰ったら、なおちゃん戻ってくるまで昼寝でもしてよっかな。なあ！ああ。何をぼーっとしているの？バカね、濡れてしまっているじゃない。ええ、あなたが声を上げたところから一部始終をね。どうするって。入っていきなさい、私の傘に。はあ、ありがたく。やめて、傘くらいで。まったく。いや、助かったです。ありがとう。放っておけなかっただろ。でも、もう結構濡れちゃってるし、寄ったら咲夜さんまで。何度も言わせないで。
ほら。平気。なんでもないよ。うん。別にいつも一緒のわけではないわ。いつきなら、サクヤさん。学校はどう？え？ああ、そうね。医師とは違うけれど、慢性的に看護師の数は不足している。なるほど。なんだか真剣味が足りないわね。そんなことは。看護師の死亡理由がわからないというのは？ああ、それ。話しても笑わない？ええ。そういうことって、サクヤさんもある？あ、サクヤさん？ああ、ごめんなさい。でも？そこから本当にその夢を追おうというのは珍しいと思うわ。変わってる。なんか、私変人みたい。そう言ったのよ。サクヤさんは？それが私のすべきことなのだ。なのだとは言ってないでしょ。でもノリはそんな感じだったよ。幼い頃、長い間入院していたことがあったわ。その頃、だから、いや、それだけでもないけれど、今夜は星が見えそうにないね。そうね、残念だわ。残念って。嫌いではないわね。というか、星を見るのが嫌い。うん。アスカは星を見るのが好きなの？好きだけど、あまり見ないかな。それは不思議ね。どうしてかしら。いや、だって見るとうわ遠いなーって思っちゃって。ああ、それはわかるわ。本当？でも、それは普通のことよ。そう。しているの？さっさと入りなさい。お邪魔します。タオルを貸すわ。早く服脱ぎな。じゃあお借りするね。
拓也さんって。変なこと言っていないで。今シャツを持ってくるわ。え、いいよ、そんな。その格好で部屋まで戻る気？濡れた服を着て戻るわけにもいかないでしょ。でも、そんなことさせられないわ。黙って待っていて。これを着なさい。下も今。ありがとう。強引ね。いや、そうじゃなくて、あ、ごめん。いや、おっと、これは。へえ。お姉ちゃんが咲夜さん押し倒してる。言っておくけど、うちの咲夜は安くないぜ、うん、自分の彼女を売り物みたいに言うのはやめてちょうだい。どうしよう、骨。どうでもいいけれど、アスカ、私の胸に置いてる手をどけてもらえる？今後は忘れないようにするよ。あ、でもなんで五木さんと？うん、帰り道でたまたま一緒になったな。グループワークのこととかあるし、五木さんが参考になる方も。あ、いや、おお、なおちゃんにそこまで言わせたね。ですので、血圧測定は毎日行うのが理想的です。特に入院している患者さんの血圧を含あ、やっぱり今年もか。帰ったら奈央ちゃんにおまじないしてもらおう。鋭い。うん、帰っ、うん。いつき、そこもう少しきつめに。こう？それではきつすぎるわ。ステートが入る隙間ないでしょ。指に本文入るくらいだっけ。そう、それにマンシェットを巻く位置をもう少し。ああ、下の方が良さげだね。仲いいな。
どんなに元気に見えてもちょっとした体温や毎日変わり映えしないのになんて思って測定している患者さんもいるかもしれません。しかしそういう方に先生は、はい、封筒どうなったのかな。それでは、なおちゃん。はーい。はい。よろしくお願いします。今年で何回目だろうね。そうだね。ねえ。ん？たまには、違う姿勢でしてみよっか。なおちゃん？なお pingin di bawah. Biasanya di atas. これでおでこ合わせたらキスしてるみたいかな。うん、かも。しちゃおっか、お姉ちゃん。姉妹でキス。おまじないの前に。よくないことなんじゃないかな。うん。白衣性愛情依存症。セーブしました。それでは本日の基礎看護技術の授業では症状排泄を行います。入院している患者さんにはベッドから動けず症状排泄しなければいけない方も多くいます。看護師にとってその解除や後始末も大事な仕事ですから。患者さんの心理や実際のところを知るために今日は皆さんに症状排泄を体験してもらいますね。ベッドの中でおしっこする。それでは皆さん準備始めましょうか。う、
授業があるって聞いてたけど、恥ずかしいね。やりたくない。ダメよ、大事な授業だもの。でもついに来たという感じね。姫は入院経験あるし、やったことあるんじゃない？それとこれは違うわ。そ、何？あなたは平気なの？とりあえず、昨夜イメトレ100回。それなら。では、そこのベッドでは、大幸飛鳥さんから行ってください。はっ！お姉ちゃん、かん、誰にも見られてないのはわかってるけど。リラックス、リラックス。って無理です！カーテンで見られてないっても、ちょろちょろって音周りに聞こえたりするかもしれないし。おなら出ちゃったらとか考えると、そもそも全然力抜けないし。しなきゃ。パンチ、パンチ。私。そこ、隣のベッドが空きましたね。武田さん、そちらを使ってください。はい。毎日してることなのに。そこのベッド、時間かかりすぎです。大幸さん、交代してください。これ。いやー、やっぱ無理だ。できなかった人も、患者さんはそれくらい抵抗を感じることもある行為だということを覚えてくださいね。だそうよ、アスカ。はい。お、え？や、大幸姉妹。うん、電話してたんだ。そ、ちょっとね。姫には聞かれたくないな。二人とも聞いてた？ここまで聞こえないよ、距離あるもん。そっか、それよかった。よかった？もし聞かれてたら、あんたたちをあれしなきゃいけないところだったのさ。あれって？何あれって？あれはあれだよ。あれを何してそれするんだ。やばい相手との電話なんでね。ひえ。お姉ちゃん、いつきさんも、そういうのはダメだよ。お？ま、ただのダチよ。ん？お姉ちゃん？あ、ううん。
いやー、それはないよ。いつきさんとか、さくやさんとかならわかるけど、私なんて相手にしないよ。そんなこと、お姉ちゃん、なおにモテモテだよ。え？もし一緒に暮らしてなかったら、なお、絶対お姉ちゃんストーキングしてるもん。いやいやいや、するもん。お姉ちゃん、肉人参さんを。人参嫌い。ダメだよ、しっこら。やっぱり。え？お姉ちゃん、私、封筒のこと言ってません。誰？そう。そうよね。ええ、わかっているの。信用ないなぁ、私。でも、いいですか？何かしら。なんで、今日なのかな？それは、私、ちょっとショックだったし。だの。え？夢に、見たの。夢って、ドリーム？ええ。あの日約束したし、大札さんは約束破る子じゃないって思ってたから安心していたわ。でもね、昨夜夢に見てしまったの。職員室で貼り付け火炙りにされる夢。なんかすごい言葉出てきた。それで今朝起きてからずっとどうしても不安で。封筒ってやっぱり先生のたんですか。違うわ。拾っただけよ。その。私言わないです。封筒のことは誰にも。大幸さん。だから安心してください。先生は、ここ寒いし、もう戻った方が。
ダメ。やっぱり安心できない。今、完全に理解し合えた流れでしたよ。ごめんなさい、ごめんなさい。でも、私…大幸さんも誰にも言えない秘密を教えてくれたら安心できるかも。でも、それは本当に言えない秘密で。言っちゃダメですし。それじゃ言います。実は私、まあ、でも気にすることないわ。毛の発育具合は人それぞれだし、大人になっても生えてない人がいたって。これから生えることだって十分考えられるわ。けど、平気です。ね、おさちさん。大丈夫です。私、心配いりません。はい。いつも通りで。先生。でも、いっか。まだ、明日、じゃない、わよね。今日のお詫びと、お礼と、それから、お休みの挨拶。おやすみなさい。先生、どうして白衣なんですか？ん？白衣？私、ずっとこの格好？午前の実習の時から？そんなの。でも、白衣性愛情依存症。OK。
pakai satu scene lagi bersambung di shot depan ya. Save しました. じゃないよね。何度も言ってる。その件は私に一任だろ。今はスペックを見定めてる段階なんだ。急かすな。ああ、そう。これはラボにとっても大事な話だよ。対象のデータは全部そっちに送ってるはずだ。能力係数は数値は暫定だって話で。 だから強行は、住み方たちのことはそっちで抑えてくれ。何言ってんの？は？本人は何も知らないさ。のんきなもん。ああ、やっと見つけたんだ。大幸アスカは逃がさない。私を逃がさないって。 いつきさんはゲームが好きだから、なんだっけ、ネットスペックとかデータとかはそれのことで。はい。リントンアパーネット。聞いたな。怖い。 待ってたんだ。そう、そりゃね。だって別に平気だし。出すし。うん、ちょっと。まあね、そんなのはどうでもいいんだ。そんなことより聞いたろ、私の電話。聞いたけど。 それじゃあ放っておくわけにも。でもでも何が何やら分かってないんだけど。嘘だよ。え？言ったよね、初めて会った時。あれ、本当。何が？口癖とかじゃなくて、嘘だよって言ったのが本当。あれ？嘘？ そう。何のこと？決まってる。あんたっていう存在自体が、だよ。え？あ、いや、これじゃ分かりにくいか。私は知ってる。 あんたも知らない。学校の近くっていい駐輪場ないんだよね。二人乗り？そう。バイクは昨夜が好きじゃなくて。はい、乗って。スカート気になるなら、ジャージの下。待って待って。ああ？だからちょっと距離あるんだって。歩距離？
ラボまでね。気になってるんでしょ？ラボ。昔、ナオちゃんが読んでた雑誌に、ペットのオシャレラボってコーナーが。ラボラトリー。研究室研究所。人の女カノの胸触ったくせに。あれはそういうんじゃなくて。はいはい、ほらほら。でも私知らない人についてっちゃダメってなおちゃんから。ガキか。まだ早い気もするけど教えてあげる。本当の私は知ってるのさ。ただ、さて、お姉ちゃん、遅かったね。遠くまで行ってきたの？ごめんね、なおちゃん。どうしたの？すごい。なおちゃん。私、戻れなくなっちゃったかも。戻れない、なおちゃん。窓風当たりたい。お姉ちゃん？ウィザード。お？な、ラボって、どこにあるの？ああ、都心？ほら、しっかり捕まってて。変なところに連れて行く気じゃ。この流れで行く場所なんて変なところに決まってる。バカじゃないの？あっさり認めた挙句バカにされた。ま、もうちょっと時間かけてからのつもりだったけどね。出発する前。ああ、ヒロミ？今から連れて、そりゃそうか。なん？このこと、サクヤさんは知ってるの？さーて。私、改造されちゃうのかな？かもね。そこは否定希望だよー！はい、到着。連れてきた！ヒロミ、準備できてる？え？できてるけど、本当に連れてきちゃったんだ。あなた、何の説明も聞いてない。いや、謝ら、じゃあ、こっちに来てもらえる？え？おぉ、やっぱいい感じ。私が見込んだ通り。What the fuck?いつきでいいって。ああ、ここじゃルシオラでも。ん？ルシオラ？小説書いてる時のペンネーム。小説？で、私のこの格好って。ナイス。もちコスプレだよ、コスプレ。今うちの同人サークルで作ってるゲームのさ。世界を侵食する負の生命体バイラスと癒しの力で戦う魔法少女もの。マンスター。ナイス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 。ポリキュアみたいな。ポリキュア。簡単に言ってほしくないな。魔法少女ものの系譜分かって言ってる？知りますかい、そんなの。
うちのサークル、もともと小説メインの文芸誌出してたんだ。文学っぽいのとか、ミステリーとか SF とか雑多に載せて、これが地味で売れなくってさ。売るのが一番の目的ってわけじゃないけど、一回くらい派手に売りたいよなって話になって。これが、その文芸誌よ。会議に会議を重ねた結果、ギャルギャルしたキャラ推しのゲームを作ろうと。で、いっそサークル名も変えるかってなって、それ。黒の文芸社から、萌え萌えラボラトリーに改名して。萌え萌え、ラボラトリー。ずいぶんな落差だ。待って。っていうか、あれ？ラボラトリー？そう。というわけで、ようこそ我がラボへ。うわ。そして萌え萌えラボラトリーで現在開発中のタイトルこそがウィザードナースプリマ。企画シナリオは私。プリマ？主人公ウィザードナースに変身する小学生の名前よ。じゃあ、この格好、コスプレって。変身後のプリマ。学校で初めてあんたを見たとき、ビビッときたよ。やっと見つけたこの子だって。いやー、宣伝用の公式レイヤー探してたんだよね。やっと見つけた。そのこと、メンバーに話したら、私はもうちょっと時間かけて、ちょっと大事なこと聞いていい？それに決まってる。紹介しとくよ。そっちは佐野ひろみ。私は、もう何年も前に足洗ってたのに、あなたが無理やり。婚活の合間にコスプレ衣装作りなんて、最悪。樹さんやひろみさんは、違う。だからは結構長いよ。けど知ってる人は少ないかな。ぬけ子にはさ、プリマの公式レイヤーとしてイベント出てもらうから。待って。今日のところは写真撮っておくくらいか。よし、ひろみ、全方位から撮りまくれ。いやー、こんなの恥ずかし。ごめんね、大幸さん。すぐ済むから。うふ。あ。おーい。死んだ。ヒロミ気合入ってたな。なんだかんだであいつ好きだから。なんか、必殺技の。ああ、ドリルヒーリングパンチ。触れる者皆、爆砕し粉砕するっていう。癒す気ゼロだ。拉致られたようなもんで、笑いどころじゃ。初めてだと緊張するかもね。なりたくないっす。私が保証するよ。あんたはオタクの星になる素質を持ってる。いらない、そんな星。スクーター。そういや、咲夜もさ、前にぬけ子と同じようにラボに連れてってコスさせたことあるんだ。なん、プリマのライバルにしてパートナー、ソーサルナースエレンの。ま、ちょっと強引な手使ったんだけど、なんかそれ以来私の趣味は見て見ぬふり決めてる。知らないみたいに。おお、なんでかな、楽しんでたのに。あ、でも咲夜さんのコスプレか、似合ってたのかな。じゃ、お疲れ。また誘うから。え、言ったでしょ、
本番はイベントでの宣伝活動だって。じゃあね、抜け子。マジかよ。楽しみにしてて。写真できたら渡すから。いらないよ。お姉ちゃん、うなされてる。世界が、死しなくちゃ。何の夢？剥離性、愛情依存症。Kayaknya lanjut lagi nanti ya. Save しました。Lanjut lagi. Bye nih.